皆さんこんにちは、がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回はファミリーマートで買える抗がん食品5つというお話です。先日ですね、セブンイレブンで買える抗がん食品5つという動画をですね、アップしたところ、多くの方にですね、見ていただいて、またですね、高評価をたくさんいただきました。でコンビニでも、がんの予防やがん患者さんにですね、食べてほしい、そういう食品を売っていますよと、そういうメッセージだったんですけども、近くに今セブンイレブンがないという方もいらっしゃるかもしれません。そこでですね、またかと思われるかもしれませんけれども、今回はですね、ファミリーマートで買える抗がん食品を紹介したいと思います。これはですね、ファミマで買えるというタイトルなんですけども、もちろんこれファミマ限定のものばかりではありませんし、同じようなものがですね、他のスーパーやコンビニでも売っているというものもあります。ただですね、このファミマに行く機会があれば、こういった食品もですね、手に取っていただきたいなというふうな思いで選びました。ということで、早速ですね、この5つ紹介したいと思います。まず1番目はこちらのですね、マイワシ油漬けです。これは前回のセブンイレブンではですね、オリーブオイルサバでしたけれども、今回はですね、これ似ていますけれども、エキストラバージンオイル仕様のこのマイワシ油漬けです。でイワシにはですね、EPA や DHA といった、オメガ3不飽和脂肪酸が豊富に含まれていて、がんの予防やですね、がんの治療をサポートする効果があるというふうに言われています。またこのエキストラバージンオリーブオイルにもですね、抗がん作用があって、例えばですね、乳がんの発症リスクをこの大幅に減少させるということが、ランダム化比較試験からも分かっています。はい、そして2番目はこの洗わずそのまま食べられるキャベツミックスですね。野菜はですね、がん予防に有効であるということは非常に有名なんですけども、特にこのキャベツなどの油中の野菜にはですね、強い抗がん作用があります。がん予防のガイドラインなどでは、1日ですね、5皿の野菜、つまり350g 程度のですね、野菜を摂るということが推奨されていますけれども、この1袋でですね、130g ですので、およそ2皿分のですね、野菜が摂れます。これ洗わずにですね、すぐサラダとして食べれるのでとても便利ですね。また処理の方法などが気になる人はですね、よく洗って食べるか、あるいはしばらくですね、水につけてから食べるといいと思います。そして3番目はこのサンバイズもずくですね。サンバイズもずく、これは沖縄県産のもずく使用のサンバイズもずくですけれども、海藻の中でもですね、特にこの沖縄のもずくにはですね、フコイダンというネバネバ成分がたくさん含まれています。このフコイダンにはですね、がんを抑制する効果が確認されています。サプリメントなんかでもですね、このフコイダンというのは有名ですよね。で、人でのエビデンスは少ないんですけれども、一部の研究ではですね、このフコイダンはがんと戦う免疫細胞である NK 細胞ですね、ナチュラルキラー細胞の活性を高めるということや、がん患者さんの炎症を抑えてですね、生活の質を高めると、そういった報告もあります。そして4番目はこちらのカマンベールチーズ、切れてるタイプ3個入りですね。チーズはですね、ご存知のように発酵食品ですけれども、乳酸菌といったですね、善玉菌がたくさん含まれていて、腸内環境を整えてくれます。またチーズにはですね、がん細胞の増殖を抑える作用も確認されています。で試験管での、実験なんですけども、このカマンベールチーズの抽出液によってですね、白血病細胞の増殖が抑えられて、アポトーシスというですね、細胞死が導かれたと、そういうことが報告されています。またこのチーズなどをですね、日常的に摂ることによって、腸内環境を整えることで、がんの予防やですね、あるいはがん治療のサポートにつながるというふうに考えられます。そして5番目はこのアーモンド小魚ですね。前回のセブンではですね、ミックスナッツでしたけれども、今回はアーモンド小魚を選んでみました。
アーモンドなどのナッツは前もお話したと思うんですけども、がんの予防やですね、がん患者さんの生存期間を延長するという研究結果もあります。それから小魚にはですね、カルシウムとか、マグネシウムといったミネラルが豊富に含まれていますので、これも大腸がんや膵臓がんの予防につながります。あとですね、おやつとしてはこの糖質が控えめなのも嬉しいですね。はい、というわけで以上が、ファミリーマートで買える抗がん食品5つでした。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題などがありましたら、コメント欄で教えてください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。